唱春爛漫、この方にステージに登場していただきます。とっても明るい方です。ご本人が演歌界歌謡界のソメイヨシノとこういうふうに言っております。川中美幸さんです。1980年100万枚突破のミリオンセラーを記録いたしました二人酒。こんにちは、どうぞよろしくお願いします。歌謡界のソメイヨシノ、はい、だからピンポンです。ピンポン、だからそれいいのかな、はい、散るのは早いってそういう意味だ。いやいや、違うんです。ソメイヨシノだったんです。今しだれ桜になっちゃったんですよ。まあ、そのうちウバ桜になるんだと思うんだけど。でもとにかく愛されてる、はい、日本中の皆さん方に愛されているのが桜でございますから。そうです、見てください、桜がどこに行きました。いやだからね、それね、これ STB ラジオの、はい、公開録音、公開録音で、はい、これ STB 全土に放送されるわけです、だから桜散っちゃったとかっていうと森町にお客様来なくなる。いやいや、もう散ってないです、今立ってるじゃないですか。満開。そういえば言うの忘れておりました、はい、今日はまた
地味なご衣装で。今日は桜のね、着物をちょっと着てきたんですけども。本当にそうですよね、もう本当に森町に合わせて、はい、今日は桜祭りですから、はい、さっきね、はい、楽屋にいたんですけど、あの桜餅の匂いがプンプンしたんですけど。桜餅の匂い、はい、そうなんですよ。桜、多分この桜だからじゃないかなと思うんですけど、なんかすごい匂いがした。桜餅の匂い、はい、あら、気のせいですか、ね、いや、それ単なる勘違いだと思う。いや、でも、もう桜餅に合うものは、飲み物はここにあるんですよ。それは桜湯。あの塩漬けのね、塩漬けの桜の花びらをこう浮かせて、うん、これがね、さっきいただいた、はい、美味しい。いや、もうその匂いですかね。いや、違うと思いますよ。え、でもなんかこういいですね。桜の香りがして、餅の匂いもして、塩漬けの桜の匂いもして、そうです、あそこに CD も販売して、もう最高じゃないですか。至れり尽くせり、ね、あの花つながりで言ってよろしいでしょうか。はい、お願いします。この花は北海道の各町自治体で、はい、うちの町の花ですよって言ってるところが北海道はとっても多いんですけれども、ね、聞いていただきましょう。君影草スズラン。